新国立劇場ホームページをご覧の皆様、こんにちは。四谷怪談でお岩役をやらせていただきます、秋山夏子です。なんか強かったのは南北、ね、鶴屋南北さんの言葉を使うっていうところが、と思って、なかなか、いや、どうしよう、大丈夫かなっていうのはありましたね。そっちの方が強かったですね、なんか。まあ、なかなかやはり大変な作品だと思うんですけど、面白くなると思います。どうなるんでしょうね。もうそれは見た方の判断なんですけれど、でもお化けだぞお化けだぞって感じであまりやろうとは思っていません。なんか森さんもおっしゃってたんですけれど、やはり男女のこう愛憎劇っていうか、そういうものを強く打ち出して作っていけたらなと思ってます。すごい楽です。周りはなんか知らない方は、秋山さん女一人で大変なんじゃないとか、ね、おっしゃって心配してくださる方もいるけど、私この人数で全員女よりとても楽です。男の中にいる方が。まあ基本ね、お互いそうだと思いますけど、変わってないところもあるし、やはり年数経った分ね、成長してるところもあると思うし、本当久しぶりなんで楽しんでやらせていただいてます。まあなんか噂には聞いていたんですけどね、お若いのにすごいしっかりしてて、でもなんかとても頼れる、安心してごまかせられる演出家さんだなと思います。稽古好きなんだな、お芝居好きなんだなっていうのがこう伝わってきますね、すごく。期待と不安入り混じりながらいつも、結構勇気あるな私と思いながらやっています、はい。とにかくその、ね、有名な四谷怪談なんですけど、いろんなとこでやってるし、歌舞伎でも映画でもいろんなとこでやっていますけど、またきっと今までと違う、一味違った、とても現代的でありながら鶴屋南北の言葉を使っている。そしてなんかこの女はたった私一人、あとは男性が演じるという、また変わった形でやる新しいものなので、多分本当に見に来ていただかないと分かんないんですけど、新しく、なんて言うんだろうな、ショッキングなものになるんじゃないかなと思ってるんで、本当に見に来ていただきたいですね。東海道四谷怪談、6月10日から28日まで新国立劇場中劇場で上演いたします。どうぞお越しください。